皆さん、こんにちは。こんにちは。坂井翔吾です。今日はゲストをお呼びしております。松崎邦夫さんです。ありがとうございます。本当に。いや、自己紹介を。作曲家の松崎邦夫と申します。はい。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。モーツァルト・ザ・モーツァルトを語るの、雑談的なあれで、松崎さんと、暑いかな？ちょっと暑い？ああ、もう全然。そう？そんなに。ちょっとつけようか。こういう緩い感じでやっていきましょう。あ、よし。本当に恐縮です。はい。はい。坂井さん、坂井翔吾さん、僕が最初に、お話というか、お名前を聞いたのが、スマブラ、デラックスの時だったと思うんですけど、うん、で、マザー3と非常にやり込んだゲームで、ものすごく僕は中学生ぐらいの時だったんですけども、その時から大ファンでものすごく尊敬してる作曲家の、方です。本当に今日はありがたいです。光栄、この上ないです。僕も、松崎さんが YouTube のチャンネルをやっていて、毎回面白いネタで楽譜で笑わせてくれるんで、で今3万人ぐらいです、ね、大体。というすごい、もう僕から見たらもう10倍以上のもうとんでもない、サブスクライバーをお持ちでして、たまたまいろいろ YouTube のコツなんか教えてもらおうかなと思ったりもしてます。そしてこちらお花ちゃんです。かわいい、めちゃくちゃかわいい。松崎さんはちょっと猫アレルギーがあるんで、サクサクっともう1時間で、1時間ぐらい撮って、何回分の編集になるか分かりませんけれども、やりたいなと思ってます。お願いします。とにかくこうやってね、毛がふわふわ浮いてるんで、気をつけてください。ちょっと苦しくなって言ってね、本当にね。でも、はい、全然大丈夫だと思うので、はい、お願いします。何話しましょうか。ちょうどオーボエの、あ、そっか、オーボエコンチェルトもね、去年松崎さんとお茶の水でお会いした時に、オーボエコンチェルトの第一バイオリンと第二バイオリンの話とか、あとケーヘル138の話もしましたよね、あの時ね。ディベルトメントの、ディベルトメントのこう寄ったり離れたりっていう、ミラクションの単2度でこう寄ったりとかね。あれ美しいです。あとちょっとまた、僕の個人的に知り合いので、うん、やっぱり話題になりまして、あ、本当、そこっていうのは確かにこう弾いてても、でスコアを見てもこれっていうのはなかなかこう勇気というか、加工にもやっぱり なかなか勇気がいるものだと思いますし、うん、あんな美しいものはやっぱりないですよね。ここまで離れて、きっついてっていう、うん、このすごく均等なムーブをしているのにも、うん、にものすごく自然で、かつすごく豊かな手法だなっていう思いますね、うん、はい。もうでこの後はもう僕は次回が413を取り上げようと思ってるんですね。はい。ピアノコンチェルトの11番からこうずっとピアノコンチェルトをこの後どんどんやっていこうと思ってて。ああ、すごいですね。いやー、若い頃であんだけ書いてますからね。この後はもう本当すごいですよ、本当に。すごいですね。僕本当にもう恥ずかしながら、うん、あんまりケッヘルで覚えたことがなくて番号で。それはそうだと思います。もうそれはもう、マニアの、ちょっと変わったマニアなんで僕は。坂井さんのそのモーツァルトウォッチャーなフリークプリニアもちょっととてもとてもっていう感じなので、いやいやいや、僕は本当に勉強させていただいてます。いや、そんなのね、暗記してもね、何の音楽のね、何がに関係するかって分かんないですからね。まあそうだけど、覚えたとしても変わっちゃうんですよ。あ、そうなんですか。うん、要はケッヘルって人が一旦決めたんだけども、はいはい、その後のその楽譜のその透かしを見たりとか、あと、レーザーを当てたりして時代、なんこれはこっちの紙の方が古いみたいなことが分かって、そして番号は変わるんですよね。へー、そうなんですね。でその番号が変わると、その414っていうのは、例えばいくつだっけな、なんかすごいとんでもない番号に変わるんですよね。385の P だ。要は385に組み入れられるんですよ。そうなんですね。そうなの。
で414だったものが385に組み入れられるんだけども、はい、そこでの並びも順番が変わって 385A、385B って言った作品があって、はい、で P まで来ちゃってるってことですよね。そのそうなんです。要は385と386の間にこんだけ作ってるっていうのがいっぱい見つかってしまったっていう順番が変わってしまった。そんなに変わるもんなんですね。あの松崎さんレベルのお年だと分かんないかもしれないんだけども、昔シューベルトの未完成っていうのは9番だったんですよ、交響曲。それはなんかあの聞いたことがあります。それが突然8番になって最近7番になって俺もう困っちゃう、あれ本当に。そんな変わったんですか。そうだから交響曲今度はシューベルトの第7番やるよって言われて、はい、第7番って何 C だっけ、セーデュアだっけとかなんとかっていう話をすると未完成とか言われて、あ、そうなんだと。またややこしいですね、うん、なんか。いただきます。だ覚えてもしょうがない。そうすごいですね。でも本当にそのケッヘルはその計算式があるんですよね。その作ったケッヘル番号っていうのは、うん、そのとある計算式で、そのモーツァルトが作った年齢が分かるみたいな、うん、らしいですね。確かありますよね、うん、あれをいつも覚えるたびに毎回忘れるので。いや覚えなくてももう大体そのモーツァルトの生涯を思えば何歳ぐらいかなっていうのは大体分かりますよね。すごい。っていうかその細かく24だ25だっていう分かったとしてもしょうがないですよ、そんな。すごい。もう恐るべくモーツァルトオタクの方っていうんですけど、僕としてはものすごい最初ゲーム音楽の、はい、あのイメージが、あの巨匠っていうイメージも強かったので、それでまあオーケストラ の, その、うん、まあ、アレンジとかたくさん多分聴いていたので、うん、まあ、もちろんやっぱりオーケストラにものすごく、深い理解がある方だなと もちろん思ってましたし、ただここまでそのモーツァルトの何ですかね、フリークぐらいまでなんか深い見識をお持ちとは最初はちょっと分からなかったですね。びっくりしました。いえいえいえ。ただ酒井さんの、作られた今までも作られたマザー3だったりスマブラとか聞いてたらやっぱりちょっとそのちょっとクラシックの何ですかね、パロディーといいますか、うん、そのオマージュ的なものをちらっとだけ含ませたりされる方なのかなと、うん、ゲームをプレイしていてって思ったことがあるので、うん、まあ、これはいつかちょっとお会いして直接聞いてみたいなっていうことをやっぱり思って、まあ、それは去年ちょっとかなったのでここではちょっとあれなんですけど。いや僕はそのなんだ、逆に松崎さん音大出てらっしゃるでしょ。ああ、はい。でやっぱり音大行くとやっぱりある程度整理された系統立てで一回入ってくると思うんですね。あ、そうですね、うん、だからそれがね僕なくて、あ、うん、だから理論なんていうのはもうそのなんだ島なんとかの和声、あ、島岡和声、島岡和声っていうの、あれもやったこともないし、あ、そうなんですね。そう、読んだっていうかも読んだことさえもないね、持ったことその本を持ったこともないし、あ、でこうやって譜面を見てでスコアを見てこう便、あ、ここはこうなってんのかって分かった後にきっとそのなんか、あ、こうやると美しいんだなってことは感覚として思ってるんだけども、はい、和声的にどうのこうのって分かってない。へえ、うん、そうなんですか。うん、とてもそうは思えないです。いやいや、だから分かんない。だから第一世代っていうのもこういったところになんていうの、ちょこちょこ、まあ、書いてるじゃないですか解説が。はい。でそれで、あ、ここが第一世代なんだ、あ、これが第二世代なんだって分かりますけどね。ああ、なるほど。うん、確かに。だからいわゆる学識っていうのはそうやって実地で勉強したとか理解した。へえ。だってだってソナタ形式ってあって、はい、モーツァルトはソナタ形式だと分かって作ってるわけじゃなくて、後々のメンデルスゾーンと同じ時代の人がそのモーツァルト、ハイドン、ベートーベンっていうのを研究した時に、あ、これはこうなってんだ、あ、なるほど、こういう法則があるなって見つけてそれをソナタ形式と名付けたわけじゃないですか。確かに、そうですよね。後付けなんですよね、結局ね。だ、主題の後に続調でこう第二主題が出るっていうのもハイドンがああいうことをやったからモーツァルトもきっと真似して、はいはい、ベートーベンはそれをそう行きたくないからちょっと違うことやったりとか。はあ、
確かになんかちょっと長い曲を作ろうとしたら、うん、A メロだけだとどうしても物足りないっていうので、うん、必ずその後に別の性格を持つ B メロみたいなのが来るっていうのはやっぱ自然だと思うんですよ、ね、ただそうするとそれだけだとメドレーチックになっちゃうのでもう一度 A に戻ってっていうのが多分その複合三部形式のもとやと思うんですけど、そこがまあその B メロっていうのがもっと細かい何ですかね、あの分かれ方してるのがまあそのそうなった形式っていう僕はちょっとイメージなんですけ ど、うん、僕なんかこれはやっぱりゲーム音楽とかだとそのまあその時代にはよりますけど、うん、そのループするっていうのが前提のとループしない音楽っていうのでは結構そのもともと目的がやっぱり違うものだと思って、うん、ただそうですよね、ただあのメロディーを使ってあの右側っていうか時間の流れに沿って進行していくっていうこと自体は一緒なんで、その最終的にそのループさせるか否かっていうので結構そのなんかね、性質が全然変わってくるものなのかなと思いまして、うん、っていうのはちょっと思いました。すいません、失礼しました。いえいえ。ちょっと風量強し。いただきます。いえいえ、どうぞ。いただいてください。巨匠からいただいたものを。やめて、巨匠とか。あ、すいません。僕のちょっと中学生ぐらいの時からもうずっとヒーローの、大ファンだから。ほんちょっと緊張してしまいます。そこまでそのモーツァルトについて僕もそこまでけあのたくさん理解してるわけではもちろんないんですけど、やっぱりあの何ですかね、やっぱその モーツァルトっぽいなと思う処方っていうのはやっぱり あると思うんですよね、うん、そのモーツァルトっぽいサウンドだなっていう、ちょっとさっきちょっと今日あの交響曲のさプラハと、はい、パリをちょっとあのざっと読んできたんですけど、やっぱりそのまあ弦楽四重、彼の弦楽四重奏っていうのに比べてもっとエンターテインメントによる書かれてるのが交響曲の方だと思うんですけど、やっぱ冒頭とかでそのほとんどの場合そのファンファーレ的なものが、来ることが多いなと思うんですよね。その一回でこのすぐ引き込めるような感じでっていうのが、これはなんかそのなんですかね、なんかやっぱりちょっとあのよく言われるか分からないですけど、モーツァルトの音楽でやっぱり思うのがそのフックっていうんですかね、最初聞いた感じの気軽さっていうのはあのあんまりあのやっぱりあんまり深刻にならないなっていうことがよく思うんですね。それで聴いてるうちによく聴いていったらかなり複雑なことをしてるんじゃないかなっていう、ここからはなんか掘っても掘ってもなんか面白いものが出てくるっていうのがそのモーツァルトの印象ですね、僕は、うん、あのそれ演奏してても同じに思います、うん、だからその YouTube でさ、今YouTube やった人なら分かると思うんですけども、ね、そのどこであの再生を止められたかっていう情報が来るじゃないですか。ありますね。で、ありますね。で、モーツァルトってきっとそれ YouTube には弱いと思うのね。ああ、要はドミソソラソドドン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 ってすごいなんかなんだ、また随分つまんねえ単純な音楽だなと思ってポチってさ次のさ動画に行っちゃったらさ悲しいです。で、俺はそのモーツァルトのどこが美味しいかって言ったら第二主題とか展開部が美味しいと思ってるんですよ。ああ、なるほど。だからモーツァルトその もっとその最初にバカっぽいことをやめてその複雑ないいところは先に出せばいいのにとか思うんだけども。ああ、なるほど。うん。